次に、連星解析なんですけども、これ超音波センサーでして、超音波センサーで、例えば、自動車のバックソナーですね、後ろ側に障害物があるとピピって、まあ、音が鳴るんですけども、あれは、超音波の跳ね返ってくるのを見てると思うんですけども、そういうものに使われている、まあ、それ以外にもありますけども、超音波センサーでして、それは発電体を振動させて、で、音波を出すんですけども、だから、発電と音波と連接差か計算をしなきゃいけないんですけども、それはセンテトで簡単にできます。こんな感じで、まあ、音波は飛んでるんですけど、非常に簡単でして、これはまあ、発電と音波解析が同じパッケージに入っているという強みなんですけど、で、ソルバの選択のところで発電と音波というのを選んでいただきまして、ボディですね、ボディのところで、音波のところには、媒質です。空気のところに対しては音波をチェックしてもらって、その他の部分には発電のところをチェックするという。それを設定していただければ、もうそれだけでいいです。それだけでさっきの連星解析ができます。で、その場合は、普通の場合は、弱連星解析と言ってるんですけども、一方通行の計算ですけども、例えばこれ例なんですけども、発電体があって、まあ、ケースがあって、っていうのはそういう計算なんですけども、でどうやるかっていうと、通常はですね、発電体の振動を計算した後、その変異を使って、媒質の計算をするんですけども。なんで、媒質、これがよくあるんです。なので、この媒質によって、また発電体が、こう、振動するという、そういう計算ができないんですけども、最近の、まあ、新しいバージョン、最近のバージョンでは、超連星というのができるようになって、媒質の振動がさらに、その発電体とか構造に影響を及ぼすという、そういう計算もできるようになりました。ちょっと計算時間がかかりますけど、左側は弱連星の計算でして、音波はですね、外側のケースを降らすことができないんですね。なんで音波は外側のケースの外に出ていけないんです。つまり強連星にしますと、外側の、ケースを降らしますので、その降らしたケースがさらに外に音波を発するという、右側の計算ができるようになりました。以上で音波の説明を終わって、講義も終わりましたけど、